ラッドウィンプさんですね、ご一緒させていただいて、あの野田さん、洋次郎さんのお人柄もすごく素敵でしたし、もう虜です。はじめまして、森七菜と申します。この歴史のある賞に選んでいただいて本当に嬉しく思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。お二人、来年の顔ということですけれども、選ばれた今のお気持ちを、杉野さん、来年の顔。いやー、本当にありがたく思います。特に2020年は今後日本にとっても忘れられない年になると思うので、そのね、刹那的にじゃなく、自分もそこに乗じて、その輝きっていうものを輝き続けられるように、頑張りたいなって思っています。はい。そして森さん、来年の顔に選ばれましたけれども、いかがですか？いや、来年の顔と選んでいただきましたので、それにこう匹敵する活躍とか頑張りを皆さんにお見せしないとなって思ってます。はい、ありがとうございます。ラッドウィンプさんですね、やっぱりその天気の子でご一緒させていただいたんですけど、その前からやっぱ高校生とか同年代の人からしても本当にスターというかカリスマだし、ご一緒させていただいて、野田さん、洋次郎さんのお人柄もすごく素敵でしたし、もう虜です。これももちろん森さん、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、本当に嬉しいです。はい、でも確かにこの14位にこう入選されるほどの実感はすごくあります。やっぱり109のあんな大きいなところに天気の子の広告、映画の広告が載ってることってなかなか見ないですし、街とか歩いてても私がこう多分のことに何も気づいてないんだろうけど、高校生ぐらいの男の子が今から晴れるよって言ってるのを聞いたりしたんです。それがすごい、広まってってるなっていうのは確かに実感がありました。新海監督との出会い、やっぱり大きなものでしたか？そうですね、いろんなこう世界の見方というかのも変わりましたし、天気の子をやっていろんな方に今から晴れるよって言ってよとかたくさん変わりました。第8位、快感オトジェニック ASMR。 これ森さんお好きなんですか？こういうの。はい、好きです。よく寝る前とか、あとお腹空いた時とかは誰かが食べてる音とかを聞くことができるんですよ。あとはなんか何スポンジをサクサク切る音とか、それがなんか好きで。すいません、横浜さんも杉野さんも中中さんもみたいな、それ聞きたいかなみたいな。誰かの食べてる食感を聞くってことですか？そうです。すごい韓国のチキンとか流行ったじゃないですか、今年は。カリカリしたやつが分かんないか。すいません。でもカリカリしたのとかすごい、みんなお気に入りの方がいると思います。いるんですか？いますかね。私もいます。そうですか。はい。